ここでデスマッチを発動。そうするとお相手さんは身動きが取れません。まあ、ジャッジマンここで外すんですが、これはね大した問題ではございません。さあミニモブを打っていく。さあお相手さんね、たまらずでブラストマンを打ちますがね、これはインビジブル中なんで当たることはありません。ミニモブをどんどん打っていく。さあ50ダメージをどんどん刻んでいく。さあどんどん相手の HP が崩れていくぞ。お相手し身動きが取れないということでね、なんと締めて800ダメージ与えることに成功しました。いきます。さあ2度目のデスマッチのお時間です。お相手しは身動きが取れない。そしてこちらはインビジブルを発動。さあ列を合わせてミニボブを連打。どんどん相手の HP が削られてきております。さあお相手しの体力あと200しかない。チップリカバリーによって体力を回復していきますが、最後の綱のカーネルフォース増援も虚しく、ミニボムが全てを蹂躙していきました。恐ろしいぞミニボム。ということで対戦ありがとうございました。